羽田空港第3ターミナルに来ました。今日はこれからターキッシュエアラインで、イスタンブールで乗り換えてヘルシンキ、フィンランドのヘルシンキに行きたいと思います。第3ターミナルのチェックインカウンターはいいらしいので、ちょっとまず一旦チェックインしたいと思います。チェックインも終わって、コンタクト外したりいろいろ準備したので乗っていきたいと思います。機内食大好きだから事前にブログで読んでたんだけど、ミートボールか焼きそばでした。乗ったらすぐアメニティがもらえます。で、歯ブラシとかリップとか靴下とスリッパとアイマスクと、耳栓とか、まあ定番のアメニティがいろいろ入っているっていう感じです。ご飯はミートボールにして、早く寝たいから赤ワインを飲んでみたりしました。で、着陸の2時間前くらいに朝ごはんが来てオムレツを食べました。あと16分で到着。無事乗り換えのなんかいろいろ手続きも済みました。次は8時50分発、まだ書いてない、8時20分発かの、同じくターキッシュエアラインでヘルシンキに行きます。すごい、マジですごい大きい空港、免税店もあるし、いろんな乗り継ぎの皆さんがいるので一人でも全然大丈夫でした。とりあえず暇なので免税店を巡ろうかなと思います。絶対何も買わないと思うけど、なんか本当にすっごい大きい。でもそりゃそうか。なんかね、私の横に座ってた女の子2人はこれからイタリアに行くって言ってたり、前に座ってたおばあさんたちもイタリアに行くって言ってたり、まあなんかすごい大きい空港だから、ここからヨーロッパのいろんなところに行けるんだろうなっていう感じです。なんかね、普通に乗り換える人の方が多かった気がする。とにかくちょっと歩いてみたんですけど、なんか普通にハイブランドもめちゃくちゃあるし、こうお土産屋さん、トルコのお土産もたくさんあるし、あとご飯屋さんもたくさんあります。私もそうなんだけどね、まだゲートが案内されてなくてどこにも行きようがないから、一旦この適当なカフェでコーヒー飲みながら化粧でもしようかなっていう感じです。ちょっと逆サイドも行ってみます。これの注意点なんだけど、これパスポートを入れて1時間だったらタダで Wi-Fi が利用できます。スタンするとね、こんな感じで Wi-Fi のパスワードがもらえます。ちょっとだけ顔を洗ったりして生き返りました。コンタクトもしたからやっと世界が明るく見える。ちょっと今からゲートが分かる時間になったので、どこのゲートに向かえばいいのかを見に行きたいと思います。こんな感じで人が、さっきより人がめっちゃ増えた。時間はね、今6時50分くらい、朝の6時50分くらいです。これで行きます。 A11B ってどこ、初めてのトルコ、嬉しい。空港に来れただけで嬉しい。カフェとかお洋服屋さんとか免税店とか、とにかく広くて大きな空港です。 Wi-Fi がね、1時間しかタダで使えないっていうのが超難点な気がする。あと、パソコンと携帯つなぐとかできなくて、一つの媒体しか使えませんでした。 AB わ、広っ、すごい、くつろぎエリアがいっぱいある、すごい。日が当たるからみんな日陰に避難してるんだ。
着しました。外はこんなに超いい天気。今から荷物を取って中央、由新規中央駅に向かいます。